名古屋グランパスファンシオールによる明治安田生命 J1 リーグ2023シーズン準予想第1位、名古屋グランパス。昨シーズンもリーグ最少失点だった守備陣は今年も継続どころかさらなる進化。丸山、中谷、藤井に野上を加えた強固な3バックは相手にシュートをも許さず、さらにゴール前にはランゲラックが立ちはだかるという、相手からすればどうやって点を取るんだ状態。3年連続リーグ最少失点、クリーンシート数もグランパスが持つ歴代最高記録の2021年の21を更新、まさに堅守。一方の攻撃陣は今シーズンより加入のストライカーキャスパーユンカーが大爆発、20得点を超える活躍で得点王に。ユンカーに引っ張られるように他の選手も躍動、マテウスの10ゴール10アシストを筆頭に、長谷やレオナルドらフォワード陣のみならず、稲垣や泉、森下といった中盤の選手も得点を重ね、チームの総得点数は50を超える大活躍。高田や石田、吉田春樹といった若手が成長しての活躍と、長谷や米本、稲垣といったベテランの奮起も合わさった、まさに全員で掴んだ優勝という素晴らしいシーズンになりました。2位以下は時間の都合で割愛します。 J リーグお決まりチャンネル。